福原五竹白沢非景図1785年、鳥山赤縁、根弱百鬼周囲の白沢白馬清豊の白沢の図白沢は、中国に伝わる随従の一種。人間の言葉を開始万物の知識に精通すると、される。その姿を描いた図画は、魔除けとして用いられる。現代の日本においては、旧字体で白沢と表記されることもある。 中国秋代の百科事典、三歳図絵によると、逃亡山に白沢という獣が住んでいた。白沢は人間の言葉を操り、その時の異性者が疎くであれば、姿を見せたという。そのような生態から、白沢は霧にや鳳凰などと同類の随獣とみなされる。その姿を描いた図画が、三歳図絵や日本の和漢三歳図絵にも掲載され、描かれているが、その姿は、 白い獅子とされている。一方で、鳥山石炎の根弱百鬼周囲に描かれた白沢は、頭には牛のような日本角があり、下顎にはヤギのようなヒゲを蓄え、目が額にもう一つあり、さらに胴体の側面に目が三つあり、もう片方の側面にも三つあるとすれば、合計で9つの目を持っている。白沢が三眼以上の目を持つ姿は石炎以降と、 推測され、それより前には3眼以上の目は確認できない。例えば、怪奇鳥獣図鑑の白沢は、目が2つである。この白沢は、麒麟の体育を頑丈にしたような姿で描かれている。本像項目は、死の別名を、白沢とする説について言及している。ただし、随応図をもとに、死と白沢は異なると結論づけている。伝説によれば、 中国最古の王、皇帝が、東海地方を巡行した折に、常山に登った後に訪れた海辺で、白沢に出会った。その時皇帝に一万千五百二十種に及ぶ天下の、洋域神の知識について語り世の愛を除くため、中言した。皇帝はそれらの知識を部下に書き取らせた。こうしてできた書物を、白沢図という。ここでいう洋域神とは人に災いをもたらす病魔や、 天才の象徴であり、知らさわずにはそれらへの対処法も記述されており、単なる図録ではなく、今で言うところの防災マニュアルのようなものである。伝説の真偽がどうであれ、知らさわずという書物は古代中国に実際に存在した。しかしながら、北総大に散逸してしまった。ただし、逸文がいくつか残っており、さらに20世紀初頭、 学校靴から出土した遁光文献の中には、白沢図と関連する図画が見つかっている。それらを参考材料として、現代の学者によって、白沢図の復元が試みられている。以上のような白沢図とは別に、東大以降の中国の民族宗教では、白沢そのものの図画が役よけになるとして進行された。日本でも江戸時代には、旅行ガイドブックに描いて、 道中のお守りとして、身につけたり、病魔よけに枕元に置いたりした。白沢は、徳の高い異性者の知性に姿を表すとされることと、病魔よけになると信じられていることから、異性者は身近に白沢に関するものを置いた。中国の皇帝は護衛隊の先頭に、白沢綿を掲げたと言われる。また、日光東将軍拝殿の将軍着座の間の杉とに 白沢の絵が描かれている。白沢は20世紀末以降のポピュラーカルチャーサブカルチャーにもしばしば登場する。その例として江口夏美による日本の漫画作品、宝月の霊鉄に登場する青年姿の白沢がいる。2017年には同作の影響で上述の白沢図を主題にした学術書が異例の売り上げを見せるという現象が起きた。 ありがとうございます。